吉田さん、松岡修造、熱い男ですね。まあ、私あんまり熱いと思わないんです。大声出してるだけの人しか思えないんで なんか受け取り方は様々だと思いますけども、まあでも有名な方ですよね。こうテニスですか。テニスって言ってみればそんなにメジャーなスポーツではないような気がしますけども、でも松岡修造さんの存在によってテニスってものがものすごくね、盛り上がって、多くの人をテニスってものの興味にいざなったんじゃないかなと思います。そういう意味でね、本当松岡修造さん熱い男だと思います。つまりその世界だけで知られてるんじゃなくて、その世界の枠を飛び出してやっぱりね、名が売れていく、顔が売れていくっていうことなんでしょうね。で、今回ね、梅子っていうのがいるんですよ。もう凡事徹底いきますけども、まあでもこのあたりで終わっていこうかと思いますけども、南の帝王の中にはやっぱりね、名脇役と言われているお釜の梅子ちゃんっていうのがいるんですよね。この梅子ちゃんも結構いいこと言ってるんですよ。ね。そのいいことってのは、さすがうちの銀ちゃんやわーってやつですよね。結局ね、信じてるんですよ。梅子さんっていうのは結構お金に困ったりとか、お釜仲間がね、なんか借金はめられて、で、銀ちゃんのところに相談に行くみたいなところがあるんですけども、でもやっぱりね、義理や人情じゃなくて、金があるかないかによって、綺麗さっぱりこう、ね、南の帝王もね、借金を断るんですよね。でもなんでお金を貸さないかっていうと、お金を貸すと取り立てないといけないっていうところがあるんで、そうじゃない工夫をあんたはできるはずだっていう形で能力をこうね、引き出してくれるんですよ。で、一見冷たいように見えて、梅子ちゃんが銀ちゃん見損なったわとか言うんですけども、でも結局は信じてるんですよね。梅子、じゃあもう一回その子呼んでくれっかって言ったらね、え、マジいいの、いや、さすがうちの銀ちゃんやわって感じですよね。で、このやり取りっていうのは結局、まあ、出来レースなんですよ。最初梅子さんは冷たい、ね、態度を取られてふてくされるんだけども、結局はずっと銀ちゃんっていうのは梅子さんのことを覚えていてね、梅子さんの顔を立ててくれたりとか、梅子さんの悩みを解決してくれるために知恵を働かせてくれるってことなんですよね。だからこう女性の事務員さんね、翔子とかも、それから浩平っていう弟子もいるんだけども、梅子っていう万田銀次郎に一目惚れをしてね、片思いしてるそのおかまちゃんの存在も結構ドラマをね、盛り上げてくれるんじゃないかなと思います。原作にはないような設定なんですけども、本当に上手に入れてきましたよね。 BGM もそれぞれのシチュエーションにバッチリ合ってるといえば合ってるんですよ。オープニングでちょっとね、ずっこけたコントがあった後にオープニングテーマでね、始まっていくところとか、それから一番最後にテーマソングでだんだんこう終わっていくところとかね、オチもちゃんとついているところとか、それから BGM ね、これから悪党を倒しに行くぜっていう時の音楽っていうのはね、本当なんかこう僕らも期待しますよね。水戸黄門みたいな感じなんですよ。で、水戸黄門も南の帝王も始まった時はピンチがやっぱこう来るんですよね、主人公に。でも僕らは万田銀次郎が結局何かをしてくれるはずだっていうふうに知っていて、それを期待するんですけども、何をやるのか全く想像がつかないんですよ。でも最終的には万田銀次郎の知恵が印籠のように出てきてね、全てを事件解決して悪党を懲らしめて、そして本当に正直で不器用な人を助けてくれるみたいなところに、あんた銀ちゃん見直したわっていう言葉がね、うまく刺さってるなと思いますし、その銀ちゃん見直したわっていうのは結局私たちがどう生かすかっていうとね、そんなに捨てたもんじゃねえよ俺の人生って思えるかどうかなんですよ。一時期は自分自身の人生に見捨てられたような気持ちになっても、でもね、そうじゃないと。ここで一発痛い目を食らうから次に大きく伸びれるんだっていうふうに信じていれば、実際にそうなった時にね、絶望だった最悪の時っていうのは別に最悪でも絶望でもなかったなってことに気づいて、見直すことになるんですよね。自分の人生を見直すことになるんですよ。自分はまだまだ絶望っていうふうな判断を自分の人生に下すにはまだ甘かったなと。こんなもんはまだ全然かすり傷程度だったんだなと。落ち込む必要はなかったんだなってことですよね。そうやってだんだん強くなっていって、新しい絶望にぶち当たった時も、いや、待てよと。こんな絶望ごとき何回もね、今までやり過ごしてきたじゃないかっていうふうな新しい力にはなるんじゃないかなと思いますよね。まあとにかくね、梅子っていうね、おかまちゃん。あれもね、いい味出してたなと思います。万田銀次郎シリーズには欠かせない一人だと思いますね。いってらっしゃい。